PT プラチュアップ FC は、太陽国のプラチュアップキーリー関係をホームタウンとするサッカークラブ。2011年創設。2013年、リージョナルリーグディビジョン2の中部、西部地域リーグで2位になり、チャンピオンズリーグに進出したが、グループ A の再開に終わった。2014年、南部地域リーグに移り、優勝した。チャンピオンズリーグでもグループ A で優勝し、 タイディビジョン1リーグ昇格を決めた。優勝決定戦では、グループ B 優勝のタイホンダに2戦、合計1から1で勝利し、ディビジョン2リーグ優勝を果たした。2016年に、タイのガソリン販売大手、PTG エナジーがスポンサーとなり、クラブ名を PT プラチュアップ FC と解消した。2018年には、ロゴも刷新されて、PT の文字が入った。 2017年シーズン、タイリーグ2を3位で終えて、タイリーグ1に復帰。2019年には、タイリーグカップを初制覇した。プラチュアップ FC は2009年シーズンの、リージョナルリーグディビジョン2に参加しているが、クラブの公式サイト及び2015年シーズン開幕時点の、クラブエンブレムでは2011年創設となっている。ありがとうございます。